アッシュビルはアメリカ海軍の砲艦艦名はノースカロライナ州アッシュビルにちなむ。アッシュビルは1918年6月9日寄航同年7月4日には浸水し、1920年7月6日に収益した。収益後、アッシュビルはアジア艦隊に配属され、中国水域においては他の列強の砲艦とともに位。 超高パトロールを行ったほかフィリピン方面でも行動した。1929年から1931年のバナナ戦争の期間中に仮向かい及びニカラグアに配備された以外は終始中国水域を拠点とした。1941年12月7日の真珠湾攻撃の際、アッシュビルはフィリピンで紹介中だった。フィリピンに 日本軍に脅威が迫ってくる前に、アジア艦隊の稼働可能艦は12月中にすべて、オランダ領東、インドに撤退することとなった。アッシュビルも、12日間かけた3200キロに及ぶ、逃避行の末、ジャワ島南岸部に到着した。しかし、1942年2月27日から3月1日に、かけて行われた、スラバヤ沖海戦の結果、 ジャワ島近海の政界権は日本のものになった。これを受け3月1日、コンラッドヘルフリー中将はチラチャップに残っていた、艦船にオーストラリア及び、正論島への脱出命令を出した。アッシュビルもチラチャップからオーストラリアのフリーマントルへ向けて出港した。一方その頃、ジャワ島陥落を目前に控えた日本海軍はジャワ島から逃亡する。 敵艦船を片っ端から撃沈するため、第二艦隊司令長官、近藤信武中将自家卒の十順二王艦あたご、マヤ、高尾は駆逐艦のわけと嵐を伴い、これより、先の2月25日に、セレベス島、スターリング湾を出撃。アッシュビルが、チラチャップを出港した3月1日には、第二艦隊はそのチラチャップ南方で、小型商船を、 次々と撃沈、または打破していた。3月2日には、アメリカ駆逐艦、ピルスバリーとイギリス駆逐艦、ストロングホールドが撃沈された。3月3日、アッシュビルは、ジャワ島南方を逃亡中だった。一方、マヤ、ノワケ、アラシは、周辺海域に漂流者がいるのを発見して、救助作業を行おうとした。そこに、見張りから、 敵船発見の報告があり、のわけ、嵐が早速敵船に向かった。この敵船が、アッシュビルだったが、はじめは、商船と思っていたのかダ歩の準備を始めた。しかし、艦艇であることが分かって、直ちに攻撃準備に切り替え、10時36分、距離8500メートルから射撃を開始した。アッシュビルはこれに先んじて、砲撃を開始していたが、間もなく、 前後の方が破壊され、火災が発生して、左に30度傾いた。30分間の放線の末、アッシュビルは、バリ島の196度160回りの地点で、艦首から沈没していった。嵐が沈み行く、アッシュビルに接近し、生存者を救助しようとしたが、嵐の管内に他の捕虜が多く収容されており、余裕がなかったため、 インディアナ州出身のフレッド・エル・ブラウンだけを救助し、残りは銃で撃たれるか、サメに食べられて落命した。ブラウンは、捕虜収容所で捕虜仲間にアッシュビルの最後の様子を語った後、1945年3月にセレベストの収容所で獄死した。ブラウンから話を聞かされた捕虜が生還した結果、アメリカ側は、アッシュビルの最後の様子を知ることができた。 アッシュビルは1942年5月8日に除籍された。唯一の生存者が結果的に生還しなかったこともあり、アッシュビルは生還者なく沈没したアメリカ海軍の水上艦艇の一隻として記録された。アッシュビルは第二次世界大戦の先行で1個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。